かわいい唇になりましょう。ありがとう、うふー。銀色のやつください。クリミンありがとう、月影さんありがとう、ナトコミック船方さんありがとう、みっちゃさんありがとう、コナンさんありがとう、しげさんありがとう、お疲れ様です、お疲れ様です、みんなお疲れ様。久々のチャートリ公演だった。私いつぶりだっただろう。楽しかったです。あの私を見に来てくれてめっちゃチャートリ公演が久々って人はめっちゃ瀬取り変わっとってびっくりしたかもね。みんなびっくりしたかもね。セットリストが結構変わってたでしょ。そう、おっこつくん昨日ねここで発信しなかったか。突然のなっちゃん推しはあれね、あかりんさんがね、私のあかりんさんだけの私の呼び方、なっちゃなっちゃってやつです。気に入ってます、とっても。達也さんだるまありがとう、シルバーちゃんありがとう、けんちゃんハートありがとう、のりともさんシルバーちゃんありがとう、声ありがとう。あ、なんかさ MC で前髪を切ったみたいな話しよったよね。私ちょうどその時の MC にいない人だったからあれだったけど、私も前髪を切りました。どうでしょうか。そんなに変わらんけど切りました。公演そう、公演まず課外活動公演でした。なちゃーやっほー、けんちゃんありがとう、だるまん声ありがとう、前髪カットメンバーです。私もあ、え、これさシルバーウィークやけんこんなさ、あの壇上もシルバーになっとるわけ。しごシルバーウィーク、なんかさめっちゃ祝日続くよね。何の日やったっけ。勤労感謝の日とか。なちゃんやっほー、どうもなっちゃんです。お見送り最後、そうそうそう、今日お見送り50音順でした。ドゥ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 、なちゃーん、なんだーい、今日もたくさん黄色と緑のペンライトを見つけることができて嬉しかったです。来てくれた皆さんありがとうございました。配信で見てくれた方もありがとうございました。なっちゃ、そうなっちゃです。こがらす丸さん、だるまちゃんありがとう、しげさんだるまちゃんありがとう、ジョンドーさんだるまありがとう、かわいい、ありがとう、かわいいよね壇上も。あ、ハートまで銀色、銀色ハート銀盤、なっちゃんよく見てたって嬉しい。確かに目があった。打ち上げ祭り申し込んだ。なんか打ち上げ祭りさ、なんかあれやね、私が思っちゃった分け方と違った。2期生は
2期生だけでしたね。どうなるのか。敬老の日か、敬老の日だ、シルバーウィーク。山ちゃんだるま、ありがとうございます。シルバカ星人さん、銀色のやつありがとう。タイムファイさん、銀色のやつありがとう。え、これなんやろう。なんかアバターがさ、なんかスケスケ人間な人がいっぱいおるんじゃけど、私のアップデートがあれかな、なんでやろ。アバター着てない人いる、裸の人がいっぱいいるんだけど。タイムファイヤーさん、ありがとうございます。秋吉さん、ありがとうございます。オンラインお話会行ける日は全て取りました。うわ、ありがとうございます。今絶賛オンラインと直接会えるお話会のと直接会えるツーショット写真会の受付中なので、皆さんのこと待ってます。このバナーから飛べます、緑の。シュッ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 。え、これさ、なんか前髪さ、自分で切ってみたけど意外といい感じじゃない？意外といい感じに、切りすぎず程よい長さで切れました。前髪ね、なしにするのもありだったんだけど。こんばんは、こうきちさん、ハートー、ありがとうございます。チャートリの公演中ずっとなっちゃう見てたの気づかれてた。目が合いましたね。私のことを見ていましたね。ペイショーさん、1200回も来てくれてたの、ありがとう、ありがとう。ジトクさん、ダルマン、ありがとうございます。キウイさん、ダルマン。ソラトモさん、ダルマン、ありがとう。こんばんにゃん、こんばんにゃんです。りょうさん、だるま、ありがとうございます。お、広島のツーショット撮ったよーって。みずちゃんさん、楽しみですね。ゆうのくん、だるまちゃん、ありがとう。スプーンさん、だるまちゃん、ありがとう。初見ですって。絶対違う。1200回見に来てくれとるもん。1200回見に来てくれとって、初見ですだって。まあ、いつでも初心の心を忘れないのは大切だが。こんばんは、山口さん。なちゃ、こんばんは、こんばんは。あ、ポキパセさんの方、ポキパセ、ポキパセっていう名前がついてるんだね、あの二人。山口県の方ですか、それとも名字が山口さんですか。ピノンさん、だるまちゃん、ありがとうございます。カルカルさん、銀色だるまちゃん、ありがとうございます。シルバーウィーク女王っておもろない。今回もなんかあるっぽいけど、おもろない、なんかそれ、その称号おもろいよな。カルカンさん、だるまちゃん、ありがとうございます。スプーンさん、あともありがとうございます。わー、コウジさん、銀色だるまちゃん、待って、もしかしたらシルバーウィーク女王、シルバーウィーク女王も、待って、夢じゃないってことって。そのぐらいだるま来てる、ありがとうございます。おもろいな、シルバーウィーク女王、とても珍しい称号ですよ。こんばんは、これなんなんじゃろう、なんなんじゃろうか。アバターがなんか表示できるのとできないのがある。これはどういったバグなんだい。そう、シャインマスカット、シャインマスカットのお団子をゲットしたい。シャインマスカット食べたいな。シャイマス、こんばんは。シャインマスカットのうまみすごっ。今日のチャートリ公演は、髪の毛はサラサラにしました。サラサラ、なんかさ、一周回ってさ
よくない？一周回ってサラサラヘア、よくない？どうですか？シャインバスマット、確かにシャインマスカットに聞こえる。こんばんは、ちら浦部さん、こんばんは。大和田バグ、大和田バクさんやないかい。昔優先席のことをシルバーシートと言ってました。お、なんか聞いたことあると。シルバーシート今も言う？公演楽しかったよ。私も私もチャレンジから銀のハートがもらえるようなので、まだチャレンジからもらってない人はもらってきてください。そしてここにポポポポンしてください。ポポポポンポポンポポン。あ、リオさん早速ありがとうございます。ティガーさん、こんばんは。今日何気初めてショートカットでチャートリでしたね。今日もアザースアザース。天海海さん、ハート。コウジさん、ハート。ヤマちゃん、ハート。ありがとう。キラキラ星も待ってます。みんななんかさ、なんかあれなんじゃろ、なんかミッション達成したらコインがもらえるんじゃろ。コインがもらえてそれを引き換えになんかギフトにできるんじゃろ。なんかみんな気づかぬ間にコインゲットしとる人めっちゃ多そう。その日のうちに多分引き換えんにゃ消えるけん、みんなそこ要注意、そこ要注意。新しいショールーム、ありがとうございます。皆さんハート、ハートありがとうございます。要注意でございます。ひひひひひ。リドーさん、はじめまして。なべなべなべ、初訪問ありがとうございます。いや、今日のチャートリー公演も楽しかったな。楽しかったです。セットリストがねガラッと変わって、あのユニットコーナーが、ユニットコーナーがなくなって、こういつもの公演を、チャートリー公演をギュッてした感じの、ユニットなくしてギュッてした感じのセットリストだったんだけど、どうでしたか？おいもちゃん、だるまさん、たくさんありがとうございます。にろ、にろてぃくぅすさん、ハートありがとう。キウイさん、ありがとう。こんばんは、オーディオさん。今日の T シャツはこれです。ラララララ、ねえこのリップかわいくない？お、851日ありがとうございます。このリップかわいくない？これです。チュルチュルリップになります。チュルチュルリップになります。チュルチュルプニュプニュ。851日、ありがとうございます。みんな今日は花の金曜日だけど、花の金曜日だけど、みんな今日楽しめたか、今日楽しめたっていうか、今日一日やりきったかな。もう今フリーダムな君は今週末を楽しむだけだ。あとは、え、祝日じゃない？18日祝日じゃない？気づいちゃいました、気づいちゃいました。
明日も仕事です。ありがとうございます。あなたのおかげで世界は回ってます。元気にお仕事してました。チューズミーで崩壊してたけど、崩壊してた、最高すぎてやろう。なちゃこお疲れ様、ありがとう。はやとさん、ハートありがとうございます。チューズミー、愛を選んでください。私の一番可愛いところにチュ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 トントロ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 。ハシビロコウですね。あなたの名前はハシビロコウ。姿を現しなさい。人並みに3連休。18日って何の日？待って、嘘でしょ。道頓堀あんなにさ限界体制やったのに26人飛び込んだの？え、あの人間バリアを超えてった人がいるってこと？嘘でしょ、嘘でしょ、しょ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 、そんなことがあるんですか。ルーツジッパーさん、え、来てたの？先週広島に。知らなかった。なぜなぜ、なーになーに、こんばんは。よく読めたねってあ、18日が敬老の日。え、なんかさ23とかもあるよね。23とか、そこまでがシルバーウィークですか？敬老の日、いたわりましょう皆さん。おじいちゃんおばあちゃん、お見送りで気づかれたのわだったけど、ちな今日は夏男が好きなニードルズ着てました。わ、そこまでは気づけませんでしたね。ニードルズ、ファーストラビット久しぶりで最高でしたね。私もめっちゃ久々にファーストラビットやった。マジリハでさ、久々の体がさ、もうなんかファーストラビットを踊ることがさ久々すぎてさ、なんかすごい初心に帰ったよね。初心に帰ったし、あのファーストラビットってめっちゃいい曲めっちゃいい曲。そう、久々のファーストラビット最後、なんかさ最初のウサギなのにさ、ファーストラビットなのになんかさ最後のウサギって歌っちゃいそうになるんだよね。それなんでそれなんで、私だけだし、なぜなぜ。最後のウサギになろうって歌っちゃいそうになるの。でも普通に考えてファーストラビットだしさ、ファーストやしな、最初やしな、なんかなぜか最後に従うんですよ私。あれ、最後のウサギになろうって歌詞ないっけ。ないか。ケンジーだるまありがとう。西村さん、ターコちゃん、ハートありがとう。ジーも好きね。最高のウサギ、え、最高のウサギ、え、その歌詞あるっけ。ないよね最後のウサギ、ラストラビットになってしまう。ラストラビットになっちまうんだよ。だってベリークールツデイ、かわいい、 Thank you。 もうクールとかわいいを兼ね備えてるってこと。屋台できんかったからへこみ、アーカイブで見るね。あげ、アーカイブであげになってください。あ、恋法、恋法てかすごいな、野球って、野球ってこんなに試合してるんだね。今がシーズンやからか。キラキラ星ありがとう。キラキラ星私22時から配信始めたよね。でもちょっと遅れちゃったのか、22時ちょいぐらいから配信始めた。ブ
完成のまきさん、ハートありがとうございます。今日は四国との対バンだったんですけど、なんかさ本当にさやりたいよね。なんかアフタートークでさ、なんか対バンしたさグループとさなんか何曲かコラボできたらいいよねみたいな話があって、めっちゃさ四国のさ瀬戸里さ、あのチャートリメンバーに結構刺さる、なんかこの曲いいよねみたいな、チャイムはラブソングって曲めっちゃ可愛くない？あれさチャートリも歌いたいんだけどってぐらい可愛い曲。チャイムはラブソング、君はメロディーメロディー懐かしいハーモニー。結構さ四国がやっとる曲ってさチャートリなんかシャッフルしやすいよね。さあジカルさん、だるまちゃんありがとう。加瀬のまきちゃん、だるまありがとう。今日松江にいるけど時間ないので今回はフォーゲルパーク行けない。フォーゲルパークマジで走り旅行早く会いたいんだよね。ずっと会えぬまま今を過ごしている。加瀬のまきさん、だるまありがとうございます。こんばんは、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。はしびろこうさん、だるまありがとうございます。たまにシャッフルしたら面白そうね。絶対面白いよね。宗広さん、だるまちゃんありがとうございます。お、充電がなくなりそう。気づけたよ。充電完了です。今度会いに行ったろかって会いに来てください。でもなんかこの感じ絶対私一回は会ったことありそうな人だな。俺も橋見旅行に、橋見旅行に会いに行ったろってことか。私の代わりにね、そういうことね。私にも会いに来てください。こんばんは。充電ナイス気づき、ナイス気づきだし、今日はこの前の花だれ公園で楽屋に忘れて帰ってしまった日傘を今日は取り返したので、取り返したというか取り戻したので今日はとてもハッピーです。これ以上忘れ物というか日傘の存在を忘れないことをここに誓います。日傘ってほんまに忘れるよね。私何代目の日傘や。でも今のところまだなくさずにいるから、なくさんと。いや、あのね、前の花だれ公園でな、あの楽屋の中にさなんかお洋服かけるハンガーラックがあって、そこにねサラピと一緒に日傘かけてさ、帰り絶対忘れんようにしようねっていう、そう、同盟っていうかな、その絶対忘れんようにしようねって言ったんよ。そしてさ帰ったらさサラピからさ LINE 来とって、あれ日傘持って帰ったってLINE 来とって、あ忘れた悔しいって送ったら、あ自分もって悔しいって、そう二人とも忘れたんです。どっちかが絶対覚えちょけるじゃろうと思って置いたんだけど、絶対忘れるようにしようね、どっちも忘れてました。そういう時もあります。そう、日傘が取り返してたのでお外にようやく出れます。四国の曲どれもチャート入れ強いですよね。思った、可愛い曲がいっぱい。
てん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 飛行機雲てん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 はいてんなんかもうこれめっちゃなんか印象的やけんさ、もう楽屋であのモニター見とるだけでもなんか出れそうなぐらい覚えたか、この飛行機雲に関しては出れる、いつでも対応可能です。チャートリーだったららしくないとかかな、らしくないねだったら大人数でできそう。こんばんは。そう、2人とも見事に忘れました。ドゥ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 、えってかさ、昨日さ日付変わってさ、私さ0時になった瞬間にさ上新のさ上新ネット見てみたんよ。そしたらさ、やっぱりサーバーがパンクしてましたね。サーバーがパンクしちょりました。ヤマトさん、だるま、ありがとうございます。みんな何かあのあれの恩恵受けました、あれの恩恵を何かしら受けましたか、どうですか。オンラインもうさすがに落ち着いとるかな。上司、そうみんなね多分もう目玉商品は山口県の新しいキャッチフレーズね、観光キャッチフレーズ見ました。服です。みんな狙ってんのか、明日とりあえず上司に行ってみようかと。上司の店舗行ったことあるよ、なんかね大阪行った時にさ、なんかふらーっとさ歩き寄ったらさ、関西人として盛り上がらせてもらいました。え、なんかね今日のね公演もね、今日のね公演もね、あのタイガー、え阪神のユニフォーム着てる人いたよ。あいやくりあれしましたって報告してた推しに。にょねさん、だるま、ありがとうございます。悔しくて寝れんかった。飛ぶぞはもうね、新しいのが決まりました。今日のチャーミングトリップのパフォーマンス本当に良かった、ありがとう。夜のキャパシティやっぱしびれるね、キャパシティ、キャパ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 シティ、あれ聞けるたびにもう毎回しびれるわ。みんな最高、声出しが解禁になって嬉しいなって思うよね。叫びましたか。こんばんは。なっちゃんも服の国のアンバサダーに目指します。服着たる、笑う角には服着たる。杉雲さん、だるまちゃん、
銀色だるまちゃんありがとうございます。明日さみんな、明日あのショールームのイベントの STU ウォーカーのお礼配信しようと思うんだけどさ、みんな明日でもいいですか？土曜日だからみんな見に来れるかなと思って、土曜日に明日にしようと思ってるんだけど、みんな時間が合えば8時ぐらいからしようと思ってるので、よかったらお礼させてください。夜配信です。夜の8時です、朝じゃないよ。なので皆さん、ショールームイベントご協力してくださった皆さんも、そうじゃないよって人も見に来てください。ありがとう、土曜に会わせていただいてありがとう。やっぱ土曜じゃないとね、土曜じゃないとね、みんなが見に来やすい日じゃないと。お待たせいたしました、逆に。てかじゃあこの前さ、この前って言っても昨日だけどさ、昨日かき氷食べてからさ、もう私の中のかき氷欲がさ、なんかまた再熱し始めた。夏が終わるというのに、夏が終わるというのにかき氷欲が再熱してしまっている。いいよね、だって最近ってもう年中かき氷食べれるようなお店あるもんね。てかさ、あの今さパルコにさリンゴ飴屋さん来てるの知ってる？みんなあれってもう終わっちゃうのかな。私あっこのリンゴ飴がすごい食べたいんだけど、いつもさすごい列なんですよ。マサショールームさん、本当ありがとうございます。何かき氷食べたんですか？私はマンゴーパッション味食べました。今年の夏はスイカ。確かに私今年の夏スイカ食べてないな。スイカを食べずに終わる夏。キャンディーアップルっていうめっちゃ有名なリンゴ飴屋さんが来てるんですよ。すっごい列なんですよね、いつ横すぎ通り過ぎても。だからまだ食べれずにいるんだけど、もう期間終わっちゃうかな。こんばんは。今日のリップめちゃめちゃ可愛いので、みんなに教えたい。このリップ全人類買うべし。藤子ちゃんのプランピーリップです。まだまだやってるの？なるほど。もうなんかいっそのこともう人気すぎてさ、あっこにさずっとリンゴ飴屋さんがずっとあったりとかせんかねん。しないかな。晩明けジャーキーのすごい名前になっとる。ありがとうハート。銀色のやつ集めてるのでよかったら。待って、あのシルバーダル祭りなんか謎にあのめっちゃ順位上がって16位になっとるんやけど。え ?1 月下旬まで？あっこのリンゴ飴屋さん
1月下旬まで本当に言ってる？1月下旬までずっとここでやるの？え、そんなことある？本当に？めっちゃ嬉しいんだけど。絶対1月下旬1月下旬までには行く。うん、絶対に。この色めっちゃ可愛くない？なんかオレンジです、オレンジ。なんかさ、この配信やとさ、めっちゃピンクに見えん。そうでもない？めっちゃオレンジに見える。オレンジに見えるんだったらいいんだけど、ピンクに見えなくないね。これがね、すっごい可愛い色なんですよ。余韻って色ですこのリップの色、余韻って色です。04番、余韻です。余韻を感じますか？やばくない？超可愛い。チルチルプルプルになります。そう、いろんなトッピングのリンゴ飴、なんかリンゴ飴の周りになんかかかってるやつなんですよ、フレーバーが。そう、それパルコ1階にあるやつ、リンゴ飴。まあ余韻余韻です。だるまちゃんじゃなかった、タコちゃん、ありがとう。アップルって東京のやつなのかな、もともと。でもなんかいろんな都市にあるんですよ、そのリンゴ飴。でもね、広島はなくて、期間限定で。でも1月末までってすごいね。1月28までだって。2024年もう年まだいちゃう。そうだよね、1月、すごっ。もうすごいじゃない、ずっと食べれるじゃん。なんならもう1月28以降もあるかも。今日の公演のなっちゃんのダンス見ていて、綺麗に踊っていて上手くなっているなと思います。ありがとうございます、すごい褒めてくれる。クリミンだるま、ありがとうございます。あ、代官山にも確かあったと思う、キャンディーアップル。私さ、なんかリンゴ飴優勝しました。あれした、今ニシちゃん、あれありがとう。シルバーギラギラな、あれありがとう。毎日食べてインスタでと、やばいやばい、毎日食べたらさすがに育っちゃう。リンゴ飴って美味しいんだよ、最近のなんかリンゴ飴専門店のやつ。なんか私さ、昔さ、お祭りでね、なんかね、リンゴ飴買った時に、なんかもうすっごい覚えちゃうんよ。なんかリンゴ飴のリンゴがブヨブヨで、なんかうわーみたいな、なんかすごいそのトラウマがあったけんさ、リンゴ飴専門店のさ、リンゴ飴も怖かったんよ。でもね、食べてみたらね、友達のね、勧めでね、食べてみたらね、美味しくてね、感動したよ。リンゴ飴専門店、なんか私も出店したいぐらいに出店したいぐらいに好き。リンゴ飴、リンゴ飴専門店のリンゴ飴が好きです。お祭りは、お祭りのフルーツ飴はいちごしか買った。こんばんは、おささん、だるま、ありがとうございます。こんばんは。映えのフルーツ、ねー、なんかね、私がね食べたお店、キャンディーアップルじゃないんだけどね、ヨーグルト味のねフレーバーね、ヨーグルト味めっちゃ美味しいんですよ。リンゴ飴、リンゴ飴のヨーグルト味超美味しいの。ヨーグルト味があったらヨーグルト味食べてみて。チョココーティングとかも意外と美味しくて好き。クリミーハート、ありがとう。え、確かにあれって絶対さ、今年の流行語大賞取るよね、絶対取ると思う、取ると思います。そう、ヨーグルトのパウダーが周りにかかってるの、美味しそうでしょ
美味しそうでしょ。美味しいんですそれが。こんばんは。うわーリンゴ飴食べた。リンゴ飴かフルーツ飴、なんか何でもいいけん今フルーツ飴食べた。いちご飴食べた。フィーン。なんかさ韓国とかさなんか冷凍食品でフルーツ飴の冷凍食品とかあるんだって。めっちゃよくない？私フルーツ飴の冷凍食品とかが売ってたらもう冷蔵庫冷凍庫パンパンに入るぐらいにパンパンに敷き詰めたい。フルーツ飴でいつでも食べれるよ。男性のマキさんだるまありがとうございます。フルーツ飴屋さん CM お待ちしてる。フルーツ飴屋さんの CM ねめちゃめちゃ狭きもんよ。ちょっと前に自分で作るの流行らなかったフルーツね。流行ったよね。私ももうこれでもかってくらい何度幾度も作ってきました。フルーツ飴でもなんか最近ってなんかすごいめちゃめちゃ簡単な方法が、フルーツ飴を、フルーツ飴って結構なんかね砂糖の溶かし方とか、 なんか水の配分とか温めの温度の強さとか結構繊細なんですよフルーツ飴作りって。で結構難しいんだけどそれがめちゃめちゃ簡単にできる方法がなんか発明されたらしくて、あの黄金糖って知ってる？みんなあのキャンディーべっこ飴、あれをレンジで溶かしてそれをフルーツの周りにまぶりつかせる言い方まぶりつかせるんですよ。そしたらあら簡単、フルーツ飴の完成簡単にできちゃうらしくて、それやってみたいよね。山の山さんだるまちゃんありがとう。みっちゃさん河川のまきさんありがとう。黄金糖懐かしいね。黄金糖、私黄金糖めっちゃ好きなんやけどさあんまりさ最近見んくない？見んくないですか？スーパーであんま見んない、ね、耳出しなっちゃん可愛かったってありがとう。ルームヘアさん今日は両耳出しです。関西名物パインアメ、あなんかさ最近またなんかパインアメが大注目されとるよね。なんでやっけ？なんかの監督が試合中に何十個も食べるみたいな、何やったっけ、どこの監督だっけ。そうなんか WBC だっけ、 WBC、 はなちゃんがなっちゃんにまぶりつく、いやまぶりつくって山口弁なんかな。パイン飴、あ阪神の岡田監督だって。岡田監督あれした監督ですか。売っとるのは売っとる、そうね売ってるのは売ってると思うけど出会えないんです。阪神タイガースの岡田監督です。なんかめっちゃその監督の影響でパイン飴がなんかすごい売り切れとるらしいの。めっちゃ大人気らしいね。しかもなんかちょうどパイン飴が何十周年みたいな、キリのいいなんか周年でなんかそれも重なってパイン飴ブームが来てるらしい。まぶりつくっての初めて聞いた。言わん、まぶりつくって粉がまぶりついとるわとか言わん。え言わん、まぶりつくってめっちゃ言うよ。公演お疲れ様ありがとう、こんばんは。パイン飴小さい頃食べてたな。私もちっちゃい頃なんか習字教室で
習字教室で頑張った日にもらえよった。岡田監督の絵がめっちゃ可愛い。どんな人なんやろ、気になる。笑顔が可愛い人って言うね。みちゅさんがいいこと言ってるから見た方がいいよ。なっちゃんには耳が痛い、片付けの話って今配信してるの、みちゅさん。わ、でも絶対みちゅさんのお家って、絶対みちゅさんミニマリストそうじゃもん。なんかすごいミニマリストやと思う。私の憧れの。ミステリーという勿れ。潜りつく、潜りつくかな。それがなんかいろいろ派生して潜りつくみたいな。あ、葵さんの部屋めっちゃ綺麗っていう噂聞いたことあるから、それは絶対に本当だと思う。私なんかさ、すごいライトのさ、なんか一回配信、葵さんの配信をちらっと見たことがあって、あの何、あのすごい素敵な暗さお部屋の、お部屋のあのおしゃれな暗さ何あんなん惚れてまうやろうじゃん、惚れてまうやろう。え、私も憧れるんよね、あのなんかムーディーな、ムーディーな家あれはどうやったらあのムーディーを出せるん。私の求めるものはお部屋のムーディーさです。なんかあんなにさ、おしゃれな照明のもと暮らしとったら、もう身も心もおしゃれになる。間接照明なんかな、照明か、なるほど、間接照明、間接照明ね。ちょっと部屋をきれいにしたら間接照明検討します。こんばんは。片付けから始めましょうか。下からライト当てたらお化けになりますよ。じゃあこの配信は23時になったら終了します。え、なんかそれめっちゃ気になるんよ。なんかテープライトって知ってる？なんかみんな、みんななんかテープ、光るテープでなんかベッドの下とかに貼ったりするとベッドがピカーって光るみたいな足元がいい感じに光るみたいな。テープライト、なんか好きな長さに切れるんですよ。ろうそくも良きかと。あ、でも私一時期ろうそくキャンドル、キャンドルにハマっとった時期あるよキャンドルに、あとお香とキャンドルにハマった時期ある。まぶりつくは使うよって、あ、山口県では馴染みがあるんか。あ、なるほど。あ、顎からじゃなくて下が床から、そういうことに、なるほど。八王子八王子名前おもろ。八王子だるまありがとうございます。山さんさん、だるまちゃんありがとう。八王子おもろいな、センスいいね。キャンドルライトがみたいな、なんか曲悪くない？ドゥ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 、キャンドル優しい光、にゃっ、うわー。なんかさ、私さ、今日なんかもう謎にさ、謎に
キャベツの千切りが食べたくてさ、キャベツの千切りが食べたくて、キャベツの千切りを一袋まるまる食べたんだけど、美味しかったよ。謎の報告、謎の報告、美味しかったよ。やっぱりキャベツの千切りには私的には青じそドレッシングしか勝たん。青じそドレッシング美味しくない？千切りキャベツに青じそドレッシング、え、胃袋お揃いって。なんかさ、食べたくなる時あるよね。マヨネーズドレッシング、トマーキさん、タコちゃん、ありがとう。キャベツの千切りと一緒にゆで卵にマヨネーズかけて食べたい。 Not マヨネーズ、マヨネーズはカロリーが高いです。ごまドレッシング、 No no、 ごまドレッシング No no、 青じそドレッシング、ノンオイル青じそドレッシング。でもね、一周回ってね、ポン酢かけたらめっちゃ美味しいよ。知ってる？みんな野菜にポン酢かけたらめっちゃ美味しいの知ってる？無限キャベツというの混ぜるといくらでも、へえ。でもキャベツって無限に食べたら太るんかな。打ち上げ祭一部公演応募したよ。公演したら、あ、公演したらじゃなかった、当選したらお初にお目にかかります。ほんまですか、楽しみましょう打ち上げ祭。明日カープ見に行くから駅でお好み焼きでも食べます。いいなー、のんちゃんさんに会えたらいいね。のんさん、だるま、ありがとうございます。そう、食物繊維です。でもなんかちょっとおしゃれにさ、あの塩コショウとオリーブオイルで食べますとか言ってみたい。塩とオリーブオイルで食べますとか言ってみたいよね。千切りだけしたくなる時あります。めっちゃいいやん、千切りしてやん。キャベツ、マヨネーズと醤油どっちが最強？え、私醤油派だな。マヨネーズと、マヨネーズと醤油目の前にボンって置いてあって、さて君はどっちを使うって言われたら断然醤油。こんばんは。私はサラダポン酢かけるかなで食べる。上すごっ、それはすごい。そのままで食べるのは最強にヘルシー。今日も最強に可愛かった、ありがとう、ありがそうよ。こんばんは。でもバリバリ食べるんですよね。そう、バリバリ食べる。え、あのさ、めっちゃさ、球場の売り子でさ、売り子ってさ、ビールの売り子ってめっちゃ重たいらしいよね。私はビールの売り子はしたことないので、ソフトドリンクはあるけど、でもあれでも重たかった。ソフトドリンクのやつでさえは多かった。花柄のんぴの衣装好き、いいよね。ソースカツ丼やば、ソースカツ醤油マヨ両方とも、わお。うまかキャベツのタレ、うわ、うまかキャベツのタレ、なんか聞いたことあるぞ。お酢味のやつ。こんばんは、渡辺 K2 さん、はじめまして。今年カープ4回戦見に行ったけど、のんちゃんに会えていません。あらー、ここ最近のんちゃんからしかビール買ってない。あ、でもね、それってマジでね、大事よ。あのね、どんだけ、あのね、球場の売り子とかってどんだけビールの樽を空にするかとか、そういうなんかもう一個一個の数字が響いていくけん、なんかね、あれなんよ、すごかったらなんか表彰されたりとかするけん、みんな貢献してあげて。
今来たけどもう終わっちゃう。あと3分で終わろうかな。うん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 、2KMC 面白かったね。ありがとうございます。いつもね不安がね MC 終わった後残るようなね MC なんじゃけど、今回はなんかすごいめっちゃ楽しめました。完全歩合制、歩合制ってわけじゃないけど、なんかやっぱり人気が出れば出るほどいいことある。最近七並びしてる？してるよ。時間合わせてはちょっとあんまりできてないけど、空き時間あったらポチポチやっとります。天花姫ちょっとわかる。なっちゃん今の髪型シャンプー楽じゃろ。そうシャンプー楽。ちょうど今から夜勤行きます。よかった。ファイトファイトだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそこちらこそありがとうございます。よほほほーよほほほー。今日南さんにね私のスマホケースを褒めてもらえて嬉しかった。これから可愛くて優勝は可愛くてあれっていうのかな。そうだよ。今日もなっちゃん可愛くてあれだねっていう感じで使ってみてください。なっちゃん今日もあれじゃんって、今のは訳すとなっちゃん今日も優勝だよっていう感じです。じゃあ壇上読みますね。13位しげさんありがとうございます。12位河川のまきさんありがとうございます。11位サジカルさんありがとうございます。10位クリミンありがとう。9位ケンジありがとう。8位ジトクさんありがとうございます。7位リチャさんありがとうございます。6位タイムファイヤーさんありがとうございます。5位月影さんありがとうございます。4位リッシュちゃんありがとう。3位おいもちゃんありがとうございます。2位電化会さんありがとうございます。そして第1位コウジさんありがとうございます。お疲れ様鍋。リップの色よき、これは余韻というカラーです。なっちゃん今日も大荒れ大優勝ってことですね。お大荒れって聞いたらなんかすごい荒れとるみたいじゃけど、なっちゃんも iPhone14 じゃなかった15買うのですか。15なんか15 Pro、まあ、プロも出てるのよね今回。15 Pro かな買うとしたら。なんかタピオカ3つカメラをにタピオカ3つカメラになれたらなんかタピオカ3つないとそわそわしちゃう気がして。なっちゃん今日もスーパーあれでした。ありがとうございます。今日もあれしてました。ありがとうございます。というわけで明日もみんな大あれしような。大終了、大終了じゃない大優勝しような。では明日は夜の8時に配信するんですけど、STU48 ボーカーのイベントのお礼配信もしますんで、よかったら皆さん見に来てください。見に来てください。というわけで Nice to meet you。 今日はこの辺で配信終了します。今日は公演ありがとうございました。そしてこの配信を見てくれて、今日の公演を見てくれて気になったよって、私のこと気になってくれたよ、1ミリでも気になったよって人は今絶賛お話し会が受付中なので、オンラインお話し会、直接会えるお話し会、直接会って撮れるツーショット写真会、この3つが今受付中なので、こちらの緑のバナーから飛べるので、ぜひぜひ待ってます。お待ちしてます。それでは今日も一日ありがとう。配信最後のあっち向いてほい行きますよ。
せーの、あっち向いてほい、うめーん、今日も一日ありがとう、おやん。